木村カエラさんの PV ご覧になりましたか？こんにちは、イヤホンヘッドホン専門店イーヤホンの浜ちゃんです。本日ご紹介させていただきますのはこちら、アビオット TED-01M のご紹介です。アビオットから待望のノイズキャンセリング搭載モデルが登場いたしました。カラーバリエーションは全部で5色、アイボリー、ネイビー、パールホワイト、ブラック、そして今僕の手元にありますコーディナルレッド、VGP アワード2021におきましてですね、ワイヤレス大賞そして金賞のダブル受賞をしておりますからね、まあ、それはもういいんでしょう、いいんでしょうと思います。でも具体的にどこがいいのか、そういうのをですね、実際のものに触れながらレビューしていきたいと思います。それでは早速本題の方を見ていきましょう。じゃあ全部中身出していこうと思います。わーん、いいルックスですね。はい、付属品を紹介いたします。充電ケース、イヤホン本体、そして付属のイヤーピースですね。イヤーピースは S、M、L の各サイズ1ペアずつ、入っております。非常に小さなイヤーピースです。傘の浅いタイプですね、入っております。そして、充電用の USB ケーブルはタイプ C です。デュデコはこちら USB タイプ C です。はい、ポーチが付属します。ポーチはふわふわのこのぬいぐるみみたいな、ふわふわの、ポーチが付いております。取扱説明書こんな感じです。カラーですね、製品保証カードが入っています。おい、充電ケースこんな感じです。割とコンパクトに仕上がっておりまして、ケース上部ですね、ケース上部は光沢のある仕上げになっておりまして、下部はマットな仕上げになっております。仕上がりのイメージが違う、状態ですね。実際ここにちょっと充電をしていきましょうか。よっ、充電するとこんな感じ、見た目がいいでですね、イヤーピースの、部分ですね、この奥の部分ちょっと見えづらいかもしれないんですけども、イヤーピースが収まる部分に少し余裕があります。空間がございますので、出させイヤーピースに関しましても、まだこうつけれる幅というか遊べる幅っていうのがあるんじゃないかなというふうに思います。はい、ではちょっと気になるポイントをご紹介していきたいと思います。アビオット独自のマイルドアクティブノイズキャンセリングと、パッシブノイズアイソレーション技術。これどういうことかと言いますとですね、強すぎるこのノイズキャンセリングっていうのはですね、音質に影響してしまうというわけで、ノイズキャンセリングの効果は得ながらも、マイルドに効果を与えていくというマイルドノイズキャンセリングというのと、そして、装着感の良さっていうのを高めることによって遮音性を高める、まあ、こういったそのアナログなやり方で、ノイズを抑えていく、この2つを使った、ノイズキャンセリングが、今回のアビオット独自のノイズキャンセリングのやり方でございます。どういう風な違いがあるのかと言いますとですね、金属とか、まあ、中高音域に関しては、アナログですね、装着感を高めることによって、そして、飛行機とかジェット機とかエンジンみたいな、まあ、低音のノイズですね、この低音のノイズに関しては電気的に、マイルドノイズキャンセリングで、打ち消していくと、まあ、そうすることによって中高音域、低域とですね、全帯域に対して、かけていくといった風なやり方でございます。まあ、後でね、実際に試していこうと思います。対応コーデックに関しまして SBC と AAC と AptX、 そして AptX アダプティブ、AptX アダプティブなんですけども、めちゃめちゃざっくりと説明いたしますと、遅延が少なくて音がいいコーデック、状況によってですね、転送ビットレートが可変するというタイプのコーデックでございます。ただ、対応するスマートフォンプレイヤーが必要になってきますので、その点にはご注意ください。スルーワイヤレスミラーリングにも対応しております。接続機器とイヤホンをですね、左右同時に接続できるというですね、新たな、方式でございまして、従来方式とは異なり、通信の安定性というのがかなり向上しております。音途切れを防ぎ、通信の遅延というのを防ぐことができます。はい、駆動力に関しまして、このアビオットのですね、省電技術と最新の SOC、 この組み合わせによってですね、小さな、ボディのイヤホンでも、非常に長い駆動時間というのを可能にしております。イヤホン本体で約10時間の駆動、ケースの、との併用で約50時間の再生を、可能としております。アクティブノイズキャンセレーションや、コーデック、アプトエックス、アプトエックスアダプティブの場合は、2、3割程度ですね、再生時間が短くなります。装着感に関して、これご覧いただけておりますか、この有機的な独特の形、このアビオットが持つ1000人を超える日本人の耳の形状に関するデータベースを活用して作り上げられたエルゴノミクスデザインを採用しているとのことです。吸い付くようなフィット感で落ちにくく、
普段使いに最適とのことなんですけども、ご覧いただけてますか。カスタマー EM かなっていう風なこのシェイプ、なかなかじゃないですか。非常に気になる、すぐにでもつけてみたいようなイヤホンでございます。そして、外音の取り込み機能も搭載されております。イヤホンを外さずに、駅のアナウンスとかを聞くことができます。防水性能は IPX4 のレベル、イヤホン本体のみに対応しております。チャージングケースは非防水です。アビオットの専用アプリケーションにも対応しております。専用アプリケーションによってですね、楽曲の音量の設定であったりとか、10バンドのエコライザーが設定できたりとか、イヤホンなくした時のための GPS 機能が使えたりとか、タッチセンサーのコントロールを設定できたりとか、外音取り込みモード、の、音楽再生レベルとかを設定できたりとか、ファームウェアアップデートができたりとか、まあいろいろとこのイヤホンに対してアシスタント的なことをしてくれますので、アプリケーションは必ず、つけときましょう。はい、じゃあというわけでですね、実際に装着させていただきたいと思います。はい、じゃあ実際つけていこうと思います。はい、こんな感じでございます。ビタッと耳の中に入ってますね。こうやっぱセミカスタム IM みたいな、ちょっとやっぱりすごい密閉度があります。かなり装着感が強いタイプじゃないでしょうか。まあ、先端があまり大きくないので、おそらくは耳の穴の小さいお客様とかでも、まあいろんなその耳のサイズに合うんだろうなと思います。で、そのこのアビオットが研究してるのって特に日本人に向けた装着感なので、まあ、ちょっとこれは日本人の人は全員とは言わないですけど、かなりの確率で、装着感がいいとおっしゃるんではないでしょうか。ではこのままですね、外音取り込み、そして、ノイズキャンセリングですね、体感していこうと思います。ノイズキャンセリングとかですね、外音取り込みに関してましては、こちらのですね、取扱説明書を読みながら、操作していこうと思います。外音取り込みですね、外音取り込みを起動させるには左側のボタンを2秒間長押し、アンビエントマイクモードはですね、通常音楽の音量 70% ほどダウンさせて、まあ、外部の音を取り込もうというふうな、そういったモードみたいです。これはノイズキャンセリングとの併用はできないのでご注意ください。で、どんな感じの音の聞こえかと言いますと、まあ大体は声の部分ですね、声の部分をちょっと引っ張ってくるようなサウンドです。で、すごく強力かと言われるとそうでもないです。どっちかっていうと、多少アナウンスを聞こえることができるかなぐらいの、まあ、そういった強力ではないけども生活のアシストになる程度の、イメージでございます。では次にノイズキャンセリングをオンにしたいと思います。ノイズキャンセリングのオンは右側のボタンを2秒間長押しで、オンになります。まあそうですね、今かなりここ静かな状況なので結構効いてる感はあるんですけど、多分これそんなにめちゃくちゃ強いタイプじゃないですね。ローのノイズっていうのはそこそこやっぱ消えてはいるんですけど、つつましやかというか、ちょっとデスダイマスぐらいの感じの、そういったこの非常にいい塩梅のノイズキャンセリングかなと思います。まあ、主張が強すぎるノイズキャンセリングがきついなっていうふうに思ってるお客様とかはこれぐらいでちょうどいいんじゃないかなっていう感じですね。で、またこのノイズキャンセリングとかアンビエントとかの操作が、まあ、2秒長押しっていうのは絶妙なやりやすさですね。あとはまあ、左右に分かれてるので、まあ、癖がつきやすいというか、まあ、そういった操作感の明瞭さっていうのはいいんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけで、いろいろ音楽も聞いていまして、音の話をしていきたいと思います。今日僕の個人的なイメージとしてはやや声によったかなっていう風な印象ですね。クリアで爽やか、もうポップスといったような感じです。で、メタルとかグランジっていう風なね、そういったそのゴゴゴゴっていう感じじゃないかなと思います。このこうキラキラっとした感じのですね、かなりこのプロポーションの整った、形の整った、サウンドかなと思います。でですね、どんな音よっていう話になるとですね、なんかこうメジャーな感じがするんですよね。めちゃめちゃ偏見ですけど、ごっつ歌うまい女の子が好きそうな傾向っていう感じです。まあ、なんでかっていうと、こう非常に綺麗に声が聞こえるんですよね。歌声が聞こえるんです。だから音楽っていうよりかは、なんかこう歌謡曲っていうのが映えるような、そんなサウンドかなというふうに思います。まあ、ある種そういう意味では天才的なチューニングかなというふうに思いますね。アビオットはですね、こう J-POP を完全にこう理解している可能性も、あ
るのかなというふうに思いました。逆にですね、向いてないなっていうふうに思う組み合わせで言いましたら、ひたすらこの重さとか、を追求したような、まあ、速さとかそういったものの、音楽の世界、まあ、そういったそのある意味その肉体的な筋肉の音楽の世界っていうののもので言うたらですね、まあ、ヘビーメタルとかグラインドとか、まあ、そういったものにはですね、綺麗に聞こえすぎてなんかちょっとこれじゃない感っていうのは正直ありました。ただまあそのあたりはですね、このいやいやいやヘビーメタルっていうのは低音を出すんじゃなくてこうやって綺麗に精査して聞くものっていう風にですね、まあ、そういったその趣味とかお好みは人それぞれですので、そのあたりは実際にご視聴いただいて、お確かめいただければ幸いかと思います。いかがでしたでしょうか。まあ、かなり歌心をですねわしづかみにされるルーワイヤスイヤホンでございました。アビオットに待望のノイズキャンセリング機能が搭載されまして、お買い得な価格でございます。ぜひイヤホンヘッドホン専門店イーヤホンでご視聴しご購入ご検討くださいませ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。